はい始まりました「給与明細チャンネル」です毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回はパーソル添付スタッフっていう派遣会社から派遣されて働いている方の給与明細ですちなみにこの会社は業界リクルートに次ぐ2位の人材派遣業界の2位の会社ですねでまあ派遣社員なんで業種と雇用形態は派遣社員で 勤務年数1年目の23歳仕事内容は営業事務として契約書の発送内容確認各種契約書類のファイリング電話対応来客対応などとなっていますで仕事に必要な資格やスキルは Excel、Outlook パソコンやオフ,、えー、オフィス機器の基本操作で月の勤務時間が176時間の残業2時間 で収入が月収21万、年収260万、ボーナスは2回。で不満として、えー、事務員なので支店内にこもりきりになる、えー、書類の印刷、電話対応などがあるため、コロナ禍でも在宅勤務が難しい。でやりがいは、営業補佐的ポジションであるため、営業の数字が伸びたり、契約書のミスが減っていることを実感できるとやりがいを感じられる。給与明細です。 基本給が20万9100円の時間外が2456円で総支給21万110021万百5 5 6円で控除が3万2969円引かれて手取りが18万3697円となっていますえー、結構事務員っていう職,場職業が人気なんですけど派遣で働くと正社員で働くよりは 2。3万くらい給料が高いのかなっていう印象です。で、この方はあれですね。派遣会社から派遣されてるんですけど、ボーナスが派遣社員だけど、ちょっとはあるようなので、まあ結構いい方なんじゃないかなって感じがします。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。